馬場さん、その後スムーズですか。今あのミスター CB が行きましたね。はい、行きましたね。ルドルフはもう入りました。はい、あと何頭ぐらいですかね。4頭ですね。 CB 入りました、はい、これから西野ライデンが入ります。最後がメジロモンスニーのようですね。あ、そうですね。メジロモンスニーが今ゆっくりとゲートに誘導されました。この馬が入りますとスタート体制が整うわけでありますが、メジロモンスニーだけがまだ入っておりません。関西の期待を担ってメジロモンスニーが入って15頭のゲートインが終わりました。さあスタートです。ゲートが開いてまずまずのスタートを切りました。果たして先頭に立つのはシンブラウンか野村武蔵の方が前に行こうとしておりますが、何が行くのか。南進エクセラーも出てまいりました。黒い帽子南進エクセラー、それから赤い帽子はミスタールマンであります。ゼッケン番号5番、内を通って2番が西野ライデン、その外へ野村武蔵、それからゼッケン番号9番シンブラウン、大体予想された通りこの辺りが前に行きました。それから1番のマルゼンスター、これをかわして赤い帽子は鈴鹿5番。あ、ようやくこの後ろにゼッケン番号15番鮮やかにシンボリルドルフであります。シンボリルドルフが先行集団のちょうど後ろであります。短期で行っています。非常にいいポジションです。さあその後ろにミスター CB は果たしてどこにいるのか。メジロモンスニーがいました。桜外線ダイナアイランドゴールドウェイ、そして青い帽子であります。青い帽子がミスター CB、 青い帽子ゼッケン番号7番、これがミスター CB です。定位置と申しましょうか。後ろから2頭目ちょっと15頭がばらけまして、さあ1周目のホームストレッチに入ってまいりました。1周目のホームストレッチであります。8万人近いお客さんから大歓声が上がります。京都競馬場、南進エクセラーが先頭、ミスタールマン、外を通って野村武蔵、それからシンブラウン、西野ライデンであります。この5頭は先行集団。シンボリルドルフはちょっと差を詰めました。シンボリルドルフがちょっと差を詰めまして、この集団の真ん中、集団の真ん中からやや先行集団の前へ上がっていきます。果たしてミスター CB はまだ後ろの方か。ミスター CB はちょっと、ミスター CB も早めに動きました。後ろから3頭目ぐらいであります。これがシンボリルドルフ、これがシンボリルドルフであります。それから青い帽子にご注目ください。ミスター CB ちょっと早めに行きました。さあ第2コーナーにかかります。人もそして馬も一息つく第2コーナーです。3番の南進エクセラーが先頭、依然として野村武蔵が2番手。さあその後ろでありますがミスタールマウント、シンブラウン、その後ろにそろそろシンボリです。ゼッケン番号15番シンボリルドルフです。新山以来20年ぶりの五冠馬なるか。シンボリルドルフ、その五冠を手土産にして世界へ羽ばたきたいシンボリルドルフでありますが、その後ろに早々とゼッケン番号7番ミスターシビ、青い帽子が行った。吉永が行った。青い帽子が行きました。さあ菊花賞と同じように、菊花賞と同じように坂の手前で行きました。さあおっと CB 行った。青い帽子がぐん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 行きます。青い帽子がぐん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 行きます。果たしてシンボリルドルフはどのあたりにいるのか。シンボリは青後ろ、シンボリよりもミスター CB の方が前へ行った。ミスター CB の方が前へ行きました。これを聞いて場内がドーッという大歓声であります。さあ第4コーナーにかかってまいりますが、先頭はゼッケン番号6番の鈴鹿5番、ミスター CB がその外へ2番手。さあその後ろでありますが、来た15番シンボリルドルフが上がってまいりました。しかし先頭は鈴鹿5番だ。そして内へ入って西野ライデンか。鈴鹿5番先頭だ、さあ鈴鹿5番先頭だ、内から西野ライデン、そして外からシンボリが来た。外からシンボリルドルフがかわして先頭に立った。シンボリルドルフが先頭に立った。シンボリ先頭だ、鈴鹿5番が内。ミスター CB は伸びない。ミスター CB は伸びない。外から桜大戦突っ込んできている。シンボリルドルフ先頭だ。新番以来20年ぶりの五冠馬、そしてわずかに外桜か。桜大戦が外、そして内にいたのが赤い帽子鈴鹿5番。20年ぶりの新番以来の五冠馬です。シンボリルドルフです。8時計は3分20秒4。